はいどうも皆さんこんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、ビットコイン、インスタリアム、リップル、エイダー、GMT、ジ GM ムと6名からチャート分析していこうかなというふうに思っておりますので、ぜひね、最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところではございますが、本日がですね、6月の11日土曜日、えー、週末ですね、えー、今週の最後の動画となります。時間がですね、午前11時55分というところで、今日の動画を撮影しております。今日皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよ。パワー いやーということでですね、<laughs> 僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立ち情報を日々日々配信しておりますので、今日の動画を見て参考になったな、ためになったな、面白かったな、なんて思っていただいた、そこのあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、そしてグッドボタン、あとはベルマーク、通知をオンにしてチャンネル、そして動画の応援をどうぞよろしくお願いいたします。 せということでですね、今日も始めていこうかなというふうに思います。はい、ということでね、まあちょっと昨日、えー、ツイッターので軽く触れたんですが、えー、ちょっと告知だけ一見挟ましてください。ここからですね、えー、ちょっと告知が、えー、毎回挟む形になると思いますが、お許しください。はい、ついにですね、はい、こちら、ドドン、バイビット WSOT、ワ、えールドシリーズオブトレーディング、夏の祭典でございますね。こちらが、えー、エントリー開始となっております。はい、でですね、あのー、一応ですね、えー、以前の動画で、 宣言しておりました。僕の今回のチームは作らないと。宣言しておりましたがですね、うちの担当のしゅんちゃんにですね、どうしてもちょっとあのチームを作ってくれないかというふうにお願いされまして、あのー、ね、シちゃんにはすごくお世話になっておりますので、今回はですね、とりあえずチームは作ると。ただですね、えー、前回、えー、正直ね、トレード、トレードバトル自体に何も、あのー、何もなかったです。あの、めっちゃ楽しかったし、最高でした。が、えっ、ー、とですね、 あの、まあ、あツイッターとかでもいろいろね、あの告知したがゆえに、ま、あちょっとこう僕のことわからない方、浅い方が入ってきてしまってですね、あのー、なんかこう、どうしてもこうオープンチャットを作ってくれみたいな。けど僕なんもせえへんでって言ったんですよ。僕なんもせえへんでって言ってんけど、なんかオープンチャットで、ね、僕はいつもの動画で全部やるでっていう話をしたんですが、ね、オープンチャットにあまり顔を出さなかったと,ところですね、お前それでもリーダーかと、ふざけんなよみたいな感じで言い出しまして、えー、とてもめんどくさかったので、もう今回はチームリーダーはやらないというふうに言ったんですが、えー、ちょっとね、 いろいろこう、人付き合いと言いますか、え、もございまして、え、一応ですね、え、こちら、え、ドドン、え、出しておきますね。はい。え、今年も今年とて、勇気ズを作っております。はい。でですね、しかも、一切告知してません。勇気ズ作ったよとは言ってませんが、え、もうすでにですね、え、チームメイトがね、8人、僕を含めて9人、え、いらっしゃいます <laughs>。なんでやろうか <laughs>。で、あの、もう Twitter では告知しません。あの、浅い方が入ってきてしまうので、 あの、僕はもう YouTube がメインですから、YouTube を見てくれてる方で、なおかつですよ。あの、普段、僕はもうしかも動画でしか考察は出しません。一切他のものはしません。え、それを他のものするんであれば動画出せへんでって、どっちかをえにします。ただ、ま、あ僕は多分動画の方がね、需要があると思うので、動画を出し続けるので、僕の指示というか、僕のえ目線、考察はすべて動画に落とし込みますので、そちらを見て、WSOT をえー戦っていただけたらなと思うんですが、ま、一緒にですね、ま、あ要は僕が、えっと、タッチで言うところの、ま、みなみちゃんだと思ってくださいよ。 ね。南を甲子園に連れてってですよ。なので、えー、俺が立っちゃうやと。俺が立つややという方のみですね。えー、チームに参加していただけたらなと思います。はい。で、参加方法は、えっ、ー、と、こう、概要を読んでください。えー、自分で概要を読んでもらって、それでも、えー、余剰資金でね、もう昨日からずっと言ってるけど、大会は100-0です。もう0になるか、えー、100もらえるか。 え、しかないの、ほぼないと思ってください。ま、コツコツやってもいいよね。全然いつも通りのトレードするっていうのが一番大事なんやけど、ま、ほぼほぼの人がだいたえ、入ればね、ぶっ、ぶっこんでぶっ飛ばしますので、ま、養生資金で、ね、え、ちょっとパチンコ行ったぐらいのつもりで、え、参加できる方は、え、参加していただけたらなと思います。はい。で、参加方法はですね、ま、とりあえず、バイビットの講座はないといけないので、え、動画の概要欄の、え、説明文の一番上見ていてください。まず講座解説します。ね、え、講座解説はこちらっていうところが口講座解説してもらって、そのもう一個下に、え、このね、 ユーキーズに参加するようなね URL えつけております、えー、つけておきますのでそちらクリックしてもらったら今の皆さんが見てるこの画面に飛んできますそしたら今僕はねこれ、えー、と自分のねアカウントで入ってるので参加済みになってますか皆さんは参加するっていうね黄色いボタンになってると思いますのでそちらをクリックと、えー、してもらったらここにね僕のユーキーズのチームメートに入ります我,が我こそが達也だとお前ね私ですよユーキーをお前を ね、甲子園に連れてってやるっていうね、えー、優勝まで導いてやるっていう方はですね、えー、ぜひ参加していただいて、えー、いつもの動画を見て、えー、考察をね、自分でしながらシナリオを作って、えー、トレードをして、僕をね、甲子園、えー、優勝まで導いていただけたらなと思います。えー、僕がですね、今回このチームメイトで一番気になった、えー、名前、ね、もう間違いなくこれですね。 ホテルニューアワジーですね。はい。なぜかですね。ホテルニューアワジーさんが、えー、いらっしゃってくれてます。ありがとうございます。でですね、これあの、一個ちょっとね、あの、注文、うん、お願いなんですが、 あの、ニックネームを決めてないと、メールアドレスが表示されます。あの、あれやで。あの、ちゃんと特定されるようにコメコメになるんやけど、メールアドレスになっちゃうんですが、これやと、まあ僕ね、いつも神セブン発表したりするんですが、ワールドシリーズオブトレーニング中はね、このサビ、サビセブン <laughs> 神セブンを発表するときにお名前が呼べないので、あの、必ずですね、ニックネームを、えー、つけていただけたらなと思います。はい。 で、えー、こちらにね、えー、大会中は、神セブンを発表しながら、みんなとね、盛り上がって、夏をね、楽しみたいと思いますので、ぜひですね、こちらは、えー、参加要項をチェックして、余剰資金で参加できる方、楽しめる方、ね、これもチーム変えてますね、チームの、 えっと、これなんて言うんだっけもっと。愛をもっと、自由をもっと、思い通りなんていかないものだわ。ジュディアのマリ。ーですね。ジュディアのマリー。ーもっとですね。えー、こちら。えっ、ー、と、楽しくする。ただそれだけでございます。はい。特にございません。カッツオが、ま、負けようは何でもいい。何でもいいんですが、文句言うやついらん。<laughs> あの、なんかごちゃごちゃやついらん。あの、楽しめるやつだけ、えー、入ってきてください。えー、入った時点で文句言ったら、もう正直もうすぐにもう、ぷいです。ぴょんぴょんです。ぴょんぴょんぴょんしますので、 はい。あの、楽しめる方のみ、えー、僕のチームに入ってください。僕は何もしません。いつも通り動画で考察します。以上、それだけ。はい。勇気を、勇気を甲子園に連れてって。ね、これ毎年言ってんだけどね、分かってくれる人が俺いない。分かってくれる人ばかりだけどね、分かってくれなかった人が多少いらっしゃったので。はい。僕を知ってる方、僕のことが大好きなんだ。勇気をと、ね、甲子園に連れて行きたいんだっていう方のみでいいので、えー、チームにね、参加していただけたらなと思います。はい。あとはもう特にございません。はい。日本で一番おもろいチームであれ。 ああもうそれだけです。はい、勝手も負けてもいい。ね最高にもルいチームであれもうそう思ってます。<laughs> 以上です。はい。では、いつも通りの、えー、きましょう。じゃあ、どのに移りたいなと思います。はい。では、まずね、いつも通りビットコイン化行こうかなと思いますが、えー、まあ、三角もじゃあ下抜けました。これに関してはですね、あのー、やっぱり言ってた通りり、エ、え、さ、ー、サのリアムちゃんが、あのー、足引っ張りましたね。 ええ、まあ、しゃあないっちゃしゃあないけどね、加減いっぱいやったんで割れるかな、っていうところではありましたが、まあ実際割れてきましたね。はい。で、こっからですよ。まあ一応、もしね、その上目線というか、多少なりとも、えっ、ー、と、反発を取れる、えー、上昇、ロングでポジションを取れるというのであれば、やっぱりね、せめて、えー、この黄色の、 えー、4時間足で見てね。この黄色のゾーン。だいたい29,300くらいが29,500くらいかな。このあたりを上抜けてからかなと思います。やし、ちょっとこっからこのね、三角持ち合いの加減。ここまでは僕は様子見でいいかなと思います。ロングでポジション取る場合で。こっからここまでは様子見。様子見でいいと思う。三角持ち合いの中に、えー、回帰できて、なおかつ三角持ち合いの加減でサポートが入ってからでロングでいいと思います。はい。 で、それでも上限までが一体、一旦目線とターゲット。で、200EM っていうのが出てくるから、絶対に、ね。えー、ここを上抜けてからが本格的なロングになってくるというところですね。はい。ここはもうしっかりと押さえておいてください。本格的に来たロングは 200EM を超えてから。はい。えー、これはもうずーっと言ってましたね。はい。で、超えてサポートなんてされるもんならもうロング、えー、ね、えー、大好きパターンに入ってくるでしょう。僕も、僕のウェイクミアップもよく聞こえるような、えー、相場になってくるんじゃないかなと思いますので。まあ、とりあえず4時間足の 200EM の、えー、上を維持。 で、きるるよううななな状況っていいいのを期待ししつつ、まあ、見守るしかないかなと思いますでじゃあ、ただね、こっからじゃあ何をね、あの、私たちはポジションを取っていけばいいんだっていうと、まあ、基本的にはですよ、もうずーっと言ってきてるんだけど、あの、僕が言ってるのは、もうた、ロングで取れるとしたら短期なんですよ。今までね、ずっと。なんですけど、まあ、基本的にはやっぱり下抜けたので、えー、基本的な、えー、シナリオを組むのであれば、やっぱりショートがメインになってくるのかなと思います。なので、今までがサポートラインやったものがレジスタンスラインに変わる可能性があるので、基本的には、こっから三角持ち合いの、えー、中に回帰する でででははそここの抵抗体抵抗抗、えー、基本的にはショートを打っていいくというとうろですね、はい、三角持ち合い中に入ったら次のサポートを確認してねサポートするのであればロングやけどここを下抜けていくんであればここが、えー、ショートのポイントになるのでここは見極めるポイントね、うんえー、ロングで打っていくのがショートで打っているのかはたまた両立てするのか、えー、っていうところですねはいっていうところでこの辺りは、えー、参考にしていただけたらなと思いますただですね一応ざっくり見てねあの今まだ確かに抜けたんですがレンジの加減は抜けてないんですよ レンジの加減はまだ抜けてない。ここはまあ、えっ、ー、と、ビットコインが耐えてるポイントですね。僕の中では28,500。ここを下抜けてからが本格的に、えー、下へ大きくもう一回走り出す。ね。あの、出発進行。 になる、えー、ポイントになってくるかななとゴンンウィンドですね、はい、になってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、ここまでは基本的には、まあ、短期的なショートにもなるかなと思うし、まあ、一旦ターゲットというか、えー、理確検討するのは28,500くらい。ここはちょっとね、動きは見ていきたい。ただ、ここに関しても一旦トーンと下抜けて、あの、だからもう、境界と一緒ですよ。トーンと。 ターン、トーン、トン,トンみたいなね。あの、ああいう呼吸の、えー、ね、あのー、リズムみたいなのがあると思うんですけど、一回こう、トーンと抜けてくるけど、ね、あのー、やっぱ死ゆですから、はい、あの、教科よね。だからもう、ここ、トーンと戻ってくるという形で、下ひげが長くなってくるのであれば、まあ、基本的にはここで、えー、実体で耐えた。まあ、この時ですね。ここのパターン。下ひげでは抜けてるけど、まあ、下ひげの長い要線長いお付き合い。 京都銀行。うん、これですね。あの、関西の人しかわからない CM 出しましたが、えー、長いお付き合いの京都銀行と同じぐらいの感じで、まあ、基本的には、えー、下着の長い要請、えーえー、が出ない限りは、基本的にはここからは下目線と。ただ、ここで下着の長い要請が出れば、この動きがあり得るのでね。この動きがね。この一時的な、まあ、ショートカバー的な、トーンと上げてくる。 え感じですねこの動きがかば、えー、ケアしないといけなくなるので、ここに関しては、一旦論語を持ってもいいんじゃないかなと。一時的な反発はね。で、えー、部分的に理確をしつつ、えー、上がっていって、まあ、最終に、例えばけど200円目を最終ターゲットにしとくやったら、ここへしっかりを理確して、で、えー、抜けた後はそこからまた考えていっちゃいいんじゃないかな。なにしは誰かトで書くスペックね <laughs>、えー、いう感じで、えー、トレードしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、とりあえずもそんなところですね。はい。まあこはこはところ。 <laughs> こ,れこれでいいじゃんかしら。ねえと思っております。はい。うん。いいでしょ,う <laughs> いいでしょう。いいでしょ。いいでしょと思います。はい。なので、まあ、とりあえず28,500がまあ最終防衛ライン。ここを抜けラインなれば、基本的には、まだレンジを組む。レンジ幅が広がっただけ。例えばやけど、レンジの上限がこの辺りになってくるとかね。 うんえー、3万2千円ぐらいにレンジが、えー、上限が広がって加減はそのまま2万8千円まあ約4 5千ドル幅ぐらいのレンジに切り替わるみたいなね今までは、えー、3万から2万、えー、8千円だったので、まあ、2千ドル幅ぐらいでしたがレンジ幅を広げて、えー、再度レンジを組んでいくっていうパターンまであるからねうんあのー、みんなね勘違いしやすいのが上ですか下ですかって聞く人いるんですがレンジですかって聞く人あんまいないんですよ横の頭なさすぎ、うん、あの横もあるから。 あの基本的にトレンドって必ず、えっ、ー、とー、ま、加工トレンドも上昇トレンドもそうやねんやけど、トレンド転換するとき必ずエンジ、まあ、えっ、ー、と、トレンドレスですね、の状況が、えー、挟まると言われてます。これ基本中に、基本ね、基本。なんで、横か上か下。この3択なんで、なので、ここはね、しっかりと間違えないように、横の可能性っていうのも考えておく。だから、ま、あ基本的に、おーざっくり言ってよ、ざっくり言って、常にシナリオっていうのは3、3パターン持っておく必要があるってことです。 上なのか横なのか下なのか。で、どこで判断していくのか。ここが上限、ここが影になったレンジを組む過程をする。で、プラス、ここが影になって上に上がってくる上昇のパターンを、えー、シナリオと描かして描く。けど、ここにレジスタンスがあるから、ここで抵抗されるんだったら下の、えー、パターンがあるよねっていう、下のパターンを描く。この常に3パターン、まあないしは5パターン、もうどんどんね、広げていったらいいまあ、あまりにも選択肢が増えすぎると、あのー、 トレードできなくなるからまあある程度絞っていいと思うけどまあ、大体まあ,大まあざっくり言って3パターンね上真ん中下いや横か上横下っていうこの3パターンは最低でも、えー、シナリオとして持っとく必要がありますのでここに関しては上しかない下しかないねはたまた横しかないまあ、こういう頭にならないようにだけ気をつければ、えー、チャート分析っていうのは、えー、どんどん精度増してきますしまあそれをトレードに落とし込むこともできるようになってきますのでここに関してはしっかりと、えー、押さえておいていただけるといいんじゃないかなと思います。ほい では続きましてが、えーと、よいしょ、イーサリアム行きましょう。ね、イーサリアムが弱かったんですよ。はい。で、まあ、昨日の時点でね、あの、ディセトラじゃないかっていう話をしました。ね、で、ぼっちちゃんがね、あの、えー、ツイッターの方で、えー、ゆうきさんが言った通りディセトラでしたね、みたいな話をしましたが、うーん、まあけど、抜けた後のスピード感がね、ちょっとなさすぎる、このサイズ感のディセトラで行くとね、 なので回帰する可能性はあるなと思ってるんですが、全然まだもうちょっと下値余地があるんで、例えばこのチャンネルで見たとしてね。このチャンネルで見たとしてももうちょっと下値余地がある。うん。このまま落ちてきてくれたら、まあ、1580ぐらいで、え影、ー、になるかなと思うんですが、まあ、このあたりが、えー、サポートを見るぐらいのタイミングになるんじゃないかなと思います。ここやとちょっと中空すぎる。ので、ここはもう動けない。 で、もしじゃあ動くのどうしたらいいのっていうことですが、ま、あ動くとしたら、ここから、えー、上に上がってきたパターンね。で、この、えー、加減、ディセトラの加減やと思ってた1700っていうところを再度上抜けてきたポイント。で、ま、あちょうどね、このチャンネルの中央線っていうところも上抜ける形になるので、ここからは短期的に上は見ていいんじゃないかなと。それでも1850ぐらいまでかなと思うので、このあたりまで見ていくと。ただ、えー、ここで抵抗されるんだったら、どっちみち、えー、一旦ね、1580ぐらい。要は、チャンネルの加減まで試しに来る動きになると思うので、そこまでは一度引きつける。ロングを打つ場合はね。はい。 ショートで打つ場合はこの1700っていうところを1000にショートを打ってもらってターゲットを1580にしてもらうと。 はい、で、そこからの動きを見て、チャンネルの下抜けをするんであれば、もう一段階ズドーンと落としてくる可能性が出てきますので、そのままショートは引っ張っていくと。ただ、サポートがをもの確認もできますので、サポートの確認をして、サポートされるであれば、ロングを引っ張ってもらって、ね、1580ぐらいから1700までのロング、え短期的なロングからえ1700を上抜けるんであれば、まあ、部分的に利確をかました上で、えー、1800ぐらいまで引っ張っていくロングになってくるかなという感じで、段階的に。 ターゲットが1 2段階で、すね。で、決めれるかなとでさっきの、えー、ビットコインと同じくして 200MA、はたまた 200EMA、このあたりが、えー、上抜けっていうところが一番の鍵になってくると思います。大きな上昇に、えー、切り替わる鍵になってくると思うので、上昇からのサポートを確認したら次は再度、えー、ロングを打ち込んでいくという感じで考えておいてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい なので、基本的に分岐点は1700ですね。はい。1700上抜けられたら、もう一回、えー、上を試しに来るでしょう。えー、1700で抵抗されるったら、一旦ね、えー、チャンネルの影を試しに来る1580でしょう。という感じで僕は見ておりますので、このあたりを参考にですね、皆さんのトレードに、えー、役立てていただけたらなというふうに思います。そのところですね。はい。まあ、ディセトラはとりあえず下抜けてます。はい。下抜けてるので、基本的には一旦下っぽいんですが、まあ、ちょっとね、スピード感が足らない。ディセトラ終わったとしても、えー、ちょっと、 えー、走ってない感じ、下に走ってない感じはするので、まあ、基本的にはこのチャンネルの加減は1700の上抜けっていうところが、一つ、サポートは、えー、上抜けるタイミングのロングを取るポイントになってくるかなと思いますので、このあたりはぜひですね、参考にしながら、皆さんのトレードにお役立てください。はい。では続きましてが、えー、リップルちゃんですね。えー、リップルちゃんに関しては、ギリギリね、リップルはね、なんか耐えてる感じがするよね。耐えてる感じがする。うん。ですが、よいしょ。 えー、一応ね、リップルに関しても三角持ち合いという話をしておりましたが、えー、ですね、が、えー、これも一個、えー、視点を加えていたんですが、えー、黄色ですね、黄色の、えー、加減で、リセトラっぽい形になってるんじゃないかっていうところで、えー、きっちりですね、その加減一杯で、えー、踏みとどまってます。だから、えー、いい差だけ弱かったんですよ。 イがが抜けけたたことによっっててててビッットコインがられて落ちてしまったけどリップルは耐えてる結構こういうのもあるんですけど、まあ、ただこういう時ってだいたいリップルは後で抜けてきます。<laughs> 抜けてくるから、まあ、あの、心配しなくていいよって感じなんですが、まあ、一応もしここで耐えるのであれば、ね、この三角のこの加減は消してしまって、このディセトラで見ていいんじゃないかなと、ここをちょっと見やすくね、えー、スカイブルーにしますが。 スカイブルーにしますが、こんな感じね。これを影にしたディセトラ。なので、まだ影は抜けてない。で、影に関しては、えー、0.37っていうところですね。が影になるんじゃなかろうかというところになりますので、ここを下抜けると、えー、基本的には、えー、0.33までの下落,下落を、下落ってない <laughs> あの下落をちょっと見ていくと。はいで、抜けた後も、もしここでね、回帰してくるのであれば、ここがね、会話になると思うので、ここに関しては、えー、ブレイクアウトを狙っていく。もしくは、えー、抜けた後の押し目を買っていく。裏タッチングロペスのパンパースいを検討すると。逆 抜けた後ここを抵抗体として動きがあるのであれば基本的には、えー、ショートを打っていってもらって0.33までの利益を確保するとで0.33終わってくれたらもう一段階大きく下落してくる可能性が出てきますのでショートを長く引っ張っていくとはい下げ止まる、えー、シグナルが出るまではストップを下げつつ、えー、利益を狙っていくという感じになるんじゃないかなというふうに思ってますはい このまま加減がサポートになってね、0.4とかを、えー、上抜いてくるんであれば、ディセトラ否定っていう形になるので、そうなってくると、まあ、200EM はあるものの0.46までかな、一旦目安として0.46ぐらいがターゲット、で、その次が0.5までのターゲットっていう形で、えー、上を狙っていけるような、えー、状況にはなるかなと思いますので、このディセトラはしっかりと注目と、えー、下抜けるのであれば0.33、上抜ける0.4を上抜けてくるのであれば、えー、否定型として0.46から0.5まで、えー、見ていけるような感じかなというふうに思っておりますので、このあたりをぜひですね、えー、参考にしながら、 皆さんのトレードにお役立てくださいほいでは続きましてがエイダちゃん え、エイダーに関しても、ギリギリなんか踏みとどまった感じなんですけど、これに関してはね、もう昨日のね、まんまでしたね、昨日言ってたまんまの動きをしました。なので、こっからは何を意識するかっていうのはもう皆さん分かっていらっしゃると思います。昨日このね、0.6ぐらい、0.61かな、このあたりでサポートされるんやったらっていう感じの話しましたが、サポートされませんでした。で、下抜けて、直近の安値まで全年戻し、ま、独入シンプソンチャートですね、を作ったことによって、皆さん大好きのサンゾーンですね。 はい。の形の、えー、右肩を今から作れるかどうかっていうところの動きになってきますよっていうところですね。はい。で、ここからですね、雲の、えー、切れ目みたいなところぐらいまで上がってきて、で、左肩水準もしくは、えー、先ほどね、えー、一旦サポートになるであろうって言っていた0.615っていうところですね。ここがレジスタンスになるんであれば、右肩を作ってくると。で、ここでショート打つ感じですね。で、そこからは3ゾーンで、ここの一旦ターゲット。 え確、ー、理覚権と検討、えー、0.56ぐらいかな。はい。で、ここを抜けてくるんであれば、基本的には3層成立と。はい。いう感じで見ておいてもらったらいいんじゃないかなと思うんですが、一応ね、ちょっとね、あの、チャンネル引いてるんですけど、昨日までなかったチャンネルあるやんと思ってる方もいらっしゃると思うんですが、このスカイブルーのチャンネル、青いチャンネルですね。このチャンネル、えー、引けました。よいしょ。えー、上が2点。えー、下が2点。 の日野の,の2トンですね。はい。トン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 日野の,の2トン。はい。どん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 上下2トン。えー、2点。二トンじゃなくて二点。はい。二点が引けたので、基本的にはチャンネルっぽい動きにもなるかなというところなので、これに関してもやっぱりね、この中央線というところがきっかけになる。そうすると、ちょうど左肩水準ぴったり。ぴったんごかんかんですね。はい。えー、スーパーひとし君の没収という形になりますので、やっぱりここは3尊となってきますよと。えー、3尊になってくれて3尊。ひ <laughs> がき、ドゥーザヒササコンサ、ニブラ ですね。はい。ニブラされるという形にもなりかねませんので、ここに関してはニブラされたら基本的には下目線と。で、ターゲットは最終ターゲットは0.37までは引っ張れるんですが、まあ一応ね、チャンネルの加減っていうところは注目しておきたい。まあ要はトレンドラインですね。1点目、2点目、3点目の加減は、えー、注目しておきたいので、まあ、トレンド、えー、ごめんなさい、えー、ネックライン終わったとしても、一旦、 えー、0.5253ぐらいかな。この辺りはちょっとサポート確認してください。はい。で、このまま3層を否定型亜種の形ね。一旦ネックライン割って、えー、肯定する、えぇ、ー、可決するんですが、3層をね。二ブラするんですが、結果的にそこをね、もう一回再度上抜いてくる。ここのサポートを使って上抜いてくるようであれば、ここが買い場になるので。 まあ俗に言う僕が言っている否定型亜種ですね。うん、あのただ単にこの3尊をダブルボトムで右肩のラインでダブルボトムで否定するっていう、まあ、純粋な否定ではなくて一旦肯定するも次、えー、再度ネックラインを上抜けることで否定してくるパターンっていうのが、まあ、一旦のね、えー、短期的な会話にもなりかねませんのでこの辺りはちょっと注目をしつつ、えー、見といてもらえるといいんじゃないかなと思います。はいでチャンネルの加減終わってくるんであれば、えー、さっきも言った通おり、えー、0.44が、えー、途中一旦、えー、中。 セーフポイント、チェックポイントになりますが、最終的なチェックポイントに関しては0.37というところが直近の最安値になりますので、この辺りまでが引っ張っていけるような下落になるんじゃなかろうかというところで僕は考えておりますので、この辺りをですね、ぜひ参考にしながら皆さんのトレードに、シナリオ作りにお役立てくださいよというところでございます。はい。では続きましてが、GMT、えー。GMT GM なんですが、まあ、昨日も言った通りリセトラの形、赤い、えー、水平線。 水平線が光る朝に、あなたの希望が崩れ落ちてですね。はい。崩れ落ちないように今頑張ってます。はい。なので、風に飛ばされるかけらに、あなたが、誰かが綺麗とつぶやいてるって感じで、まあ、ここがね、風に飛ばされて、下に落ちていくんやったら、再度下落と。ただ、ここで踏ん張れるんやったら、頑張れるルやですね。頑張れるルやなので、このトレンドラインの、この上限あたりを試しに来る。で、ここで落とされて、肯定するのかたまた上抜けて、 ね、今度は、えー、否定した形から上に、上を目指せるのかっていうところが今の現状、えー、一番のポイントになるかなと思います。冷やしレベルでね。はい。なので、このディセトラが、えー、どういう風に決着するのかっていうのを注目。えー、下割れるんやったらもう一段下。はい。えー、上抜けるんやったら、えー、ターゲットは、下はね、正直ね、ごめんなさい。オールタイムローっていうか、えー、っと、水平線。ないしは、えー、っと、トレンドラインっていうのが引けない。まあ、無理やりは引いてるんですが、まあ、これが果たして効いてくるのかっていうのは、ちょっとわからない。 わからないっていうか、まあ、そこまで下がられたら多分ね、みんなも GMT 見るのはやめると思うので、わ、えー、かりませんが、まあ、一応、例えば今日 0. マイナス、<laughs> このまま落ちてきたら、マイナス、<laughs> マイナス0.4 <laughs>。 <laughs> まあ、そんなことはないんですけど、そんなことはないんですが、えー、そのあたりまで、えー、まあ、要はトレンドラインがないということですね。なので、どこまで落ちるかっていうのはもう分からなくなる。えー、要は、えー、ダブルボトムであったりとか、トリプルボトムであったりとか、逆三層であったりとか、おつんつんチャートですね、えー。そういった下げ止まるチャートパターンが出てくる、もしくは、ソーサーボトムっていうね、こう、下落派、下落の角度がどんどんどん,どん緩まってきて、横横を作って、まあ、トレンド転換をするっていうね、この、鍋底の形。 を作るまで待つしかない、えー、ような状況になりますので、まあ、語に関しては、まあ、希望としては否定してほしい。えー、ステップをやってる側としてはね、えー、否定してほしいんですが、肯定されたし、えー、しまった場合は、まあ、こういうふうな形ね。 角度を緩めてきて横横するまではちょっと耐えていくしかないような形になってしまうかなと思いますので、えー、ここに関してはちょっと警戒はしといてくださいもう一段落ちてくる可能性があるとだから否定するんやったら、えー、上に関しては、えー、1.3から1.7まで、えー、まだまだ、えー、見れる可能性はありますのでここに関しては、まあ、絶望だけじゃなくて、ねえー、希望も見ていくと、まあ、さっきも言いましたがこんな状況でもやっぱり下しかないと思っていると跳ねた時に全部かられますから、えー、必ず上に上がるんやったらここまでのラインかなとここを抜けてしまうと上に上がりそうだなっていうところまでショートが、えー、好きな 人はね、えー、線は、線引きはしておいてください。ただ逆にロングを好きな人でも、ね、ここを抜けたらもう一段落ちるなっていうところを考えておくことによって、損切りが要因できるようになりますから、えー、必ずですね、えー、途中にも言いましたが、3パターン、えー、上、横、下ね、えー、ぐらいの、えー、シナリオっていうのは常に持っとくようにはしておいてください。全員それを選択していく形。うん、うわ一択ってなると、もうどうしてももう、えー、とバイアスが、脳にバイアスがかかっちゃうので、 はい、必ず3択ないしは5択にして、えー、自分で選択するっていう形にすると冷静かつ、えー、的確なね判断がその時その時に合わせてできるかなと思いますのでそこに関してはしっかりとね覚えておいてください。はい。 で、ジムに関しては、えー、冷やしの25 m めを、えー、超えるまでお待ちください。もしくは、えー、下げ止まりのチャートパターンが出たら言います。とりあえず今横を作られるてるっていうことはいいことよ。うん、ここだけ解く。<laughs> 横になってる。いや、いいこと。さっきも言ったね、トレンドを転換するときは必ず、ね、えー、加工トレンドからトレンドレス。まあ、横横を含んで、レンジを挟んだ上で、上昇トレンドに転換しますから。えー、まずですね、そこはちょっとお待ちいただけたらなと思います。今、見てください。言うことございません。 はい。ということで、えー、今週もですね、以上で終わりたいなと思います。えー、今週も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。えー、明日はですね、いつも通り日曜日なのでお休みいただきます。えー、次の動画は来週月曜日の動画となりますので、えー、来週の月曜日まで少々お待ちください。はい。えー、今日の動画はですね、最後まで見て、あー、ためになったな、あと参考になったな、あれ面白かったな。こんなチャート分析見たことなかったな。 つってね、思われた方は、ぜひですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、ベルマーク、通知ンにして、えー、動画の方、えー、動画、チャンネルの方、えー、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いいたします。はい。あとはですね、冒頭にも言いましたが、ね、えー、ワールドシリーズオブトレーディング。これね、僕、チーム戦しかやってないけど、個人戦もあります。個人、個人戦はチーム戦という形になってますので、えー、個人で参加する場合は、もう全然個人戦を選んでください。僕のチームは、僕はもういつも通りの動画しか出しませんので、えー、それやったら参加する価値ないわって言うのやったら、全然個人戦に参加してください。はい。ただ、僕をね、あのー、俺は達也だと。 ね、かっちゃんが亡くなった後俺はたつやだぞ。 南を甲子園に連れて行く必要があるんだってね、思われた方はですね、えぜひですね、僕の勇気図に入ってもらって、えコツコツえ優勝を目指していただいて、僕をですね、甲子園に連れて行っていただけたらえもうその時はですね、僕なんもしてんけど、えツイッターでどうやります世界一やぞって、うん、斎藤さんだぞぐらいね、どうやって行こうかなと思いますので、え勇気をどうやらしちゃい方はですね、えぜひ、勇気図ですね、参加していただけたらなと思います。そちらはですね、えまずは講座解説の必要がありますので、ね、講座解説は、えー、こちらも含めて動画の概要欄の説明文見てくださいはい。 小座かりつしてから、その後ですね、勇気ずに参加する URL もつけときますので、えー、この画面に飛んできてもらって、えー、参加ボタンを押すという形で、えー、しておいていただけたらなというふうに思います。もう今回はもう、あの、これはもう確実間違いなくですが、Twitter では告知しません。勇気図に関してはね、勇気図に関してはもう気づいた人、もしくは YouTube を見ている方のみで十分ですので、えー、濃い、えー、濃いファンですね、勇気の濃いファンのみで、えー、やっていこうかなと思ってますので、<laughs> あのー、そちらですね、よろしく、お願い。 申し上げたいなと思いますはいということで、えー、ということでね最後の最後でまた告知を挟んでしまいましたが、えー、今週以上で終わりたいなと思いますまた来週の動画で会おうねみんなじゃあまたねバイバイうんさすがチャートチャート分析ができできて歌って踊れるアイドルえー、ゆきでしたねはいということで来週お会いいたしましょうバイバイ本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございましたチャンネル登録はこちら おすすめ動画はこちら。リアルタイムトレードの情報はツイッターのフォロー。質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。